皆さんすいませんえー、ちょっとですね、えー、携帯の方に問題が発生いたしましたので、えー、再度テイク3という形でこれから10分ほど行わさせていただきます大変お待たせいたしましたまあ先ほどちょっと途中切れてしまって改めてなんですが、まあ、昨日は、A、FC 東京にとってこういいニュースと悪いニュースがあったということでまずいいニュースは クラブユースカップ、浦和レッズさんに2対0勝って優勝ということでおめでとうございます。素晴らしい。若いですね、アンダー18の世代の方々が、もうこれちょっと仕事で試合見に行けてないんですけれども、活躍されたということで、ポンピューは今、隣にいます。おめでとうございますそしてまあ悲しいというか、寂しいニュースなんですけれども、えー、コアロンがですね FC 東京の中でも、えー、一番好きな選手である。 石川尚宏選手が、えー、昨日引退を発表されたということです。あ、長らく皆さんすみませんお待たせいたしました。あ、すみテイクスリーというか途中で携帯おかしくなってしまって、えー、改めて始めさせていただきます。いやあちょっと昨日のままあの仕事中にその情報を知った形だったんですけれども。 まさかこのタイミングでそういう情報が発表されると全く予想していなかったので、えー、大変びっくりしましたそして、えー、悲しいです寂しいです石川選手の会見によるとですね6月の末日には大金社長の方に、えーま、引退する意思を伝えられていたということなので まあ、あの七月の、ええー、鹿島戦ですね。まあ、ゴール裏に石川選手がいらっしゃって、サポートの中でこうメッセージを、熱いメッセージを送られた時あったと思うんですけれども。えっ、ー、と、あの時にはもうすでにですね、引退を固められてからの。ああいったメッセージだったということで。ちょっと改めて、ええ、深いものがあるかなと思います。なお、なおの、あの石川選手の、ちゃんとちょっとの情動になります。まあ、石川選手はですね。 えー、2002年に、まあ、FC 東京の方に、まあ、最初はレンタル移籍ということですね半年間のということで入られましてでちょうど、まあ、そのあのこの選手も非常に大好きな選手なんですが佐藤幸彦選手ですね佐藤幸彦選手が、えー、それまでまあ非常に右サイドをずっと君臨していたんですがその後ですね まあ、佐藤幸子選手、怪我もありまして、えー、石川選手がスタメンを奪い取ったという形になります。で、その後、まあと、くしくもというか、まあ、くしくもじゃないですけど、岸くもというですね、そういうところ失礼しました、えー、佐藤幸子選手は今度は石川選手がいらっしゃった横浜 F ・マリノスに移籍するというですね、まあ、ちょっとこう、まあ、因縁ではないですけれども、ちょっと偶然が重なっての転換もありました。 まあちょうど昨日の記事に出ていたんですけれどもなので石川選手と佐藤幸子選手がこう直接チームで一緒になった期間というのはほとんどないので直接会話されたりしたことも本当練習での挨拶程度っていうことが書いてありましたねそれ結構意外でしたねでその後もなんかこも知人を介して一度会ったということだけだったので,で佐藤幸子選手いわくまあちょっとお互いこうまあ現役の時はといろいろ まあ話にくい部分もあるのでシリーズをから、まあ、今、ユキコ選手はあの FC 東京のこう、まあ、クラブのこうスタッフとして、スタッフといいますかその若い世代の方の指導です、ね、としてやられてらっしゃるかと思うんですけれども、えーまあ、石川選手、引退後にはもしかしたら佐藤幸彦選手と石川選手の対談,対談といいますか、話し合いみたいなところも。 見れるかもしれませんそして2002年からもずっとこう FC 東京にえいらっしゃって石川選手はまさにも吉 c 東京の顔とも言うべき存在じゃないかと思いますまあ、小原もですねやはりあの石川選手のやはりこの右サイドのこのスピードに乗った時のもう 相手がまあこの正直皆さんもご存知の通りまだまだこれからこうサッカーの観戦の知識を身につけなくてはいけないのでサッカーの観戦レベルはまだ全然低い状態だと思うんですけれどもやはりその小学生の時とかこう、えーまあ、小学生じゃない中学生ぐらいですね2002年からなので、えー、2002年から石川選手のこうプレーをこうまあもちろん。 ピッ,チで見たあピッチというかスタジアムで見たりとかテレビで見たりして観戦サッカーがこうしっかりと理解できないのは自分でもこのキレのあるドリブル石川選手の相手を置き去りにしてもう手がつけられないのこのドリブルはもう本当に素晴らしいなともう最初見た試合で感動したのも覚えてます。でまあ、特に、まあ、これはまあ皆さんんもそううだと思うんですけどやっぱ年の 石川選手の活躍というのはもう本当に素晴らしいものがあったと思います、まあ、特に大宮戦のゴールもそうですしヴィッセル神戸戦のゴールあとエスパルス戦のゴールも特にすごかったですねであの柏多分柏さんとの試合だったと思うんですけれどもえーまあ、ゴールしてその後着地した時にこう足をこう ひねった形で着地してしまってえー、そこからアウトかけたミドル、あの趣のミドルすごかったですねえー。そこからちょっと怪我でえー、ずっと出れない状態が続いてしまうということがありました。まあの頃、こうちょうど日本代表にもまあ、岡田さんの頃呼ばれていたというところもありますし。しえー、まあ、2009年はナビスコカップ決勝馬で進んだ年もありますので。 ええー、まあその時はアサリさんのこう引退ということもありましたし、まあ怪我している石川選手のためにもというところで、えカ、ー、サフロンタルの方を倒してえタイトルを獲得ということです。非常に素晴らしいあれはもう本当に2009年は特に印象に残っています。 いやそいや、何やってるんですか、真面目に話して、何ですか、今のことは。いや、そのタイトルがい,いや、だかタイトル獲得は別に川崎さんがどうこうじゃなくて、それ、石川選手のそれと浅利選手が思いあって書いるという、タイトルということで話してるだけなんで、はい、川崎さんは負ってるわけではないです。はいはい、そうなんです、あそこ、だから本当に、まあ、怪我が多くてですね。 もしかしたらあそこで怪我がなければ、二千十年のワールドカップというところにも出場していたかもしれないです。あれそれぐらいのプレイでした。素晴らしかったです。まあその後やっぱり怪我が何回も続いてですね。えーとジェイツーに降格してしまった年のあのゴールを決めたの横浜 FC 戦だったと思うんですけれども、あのこうゆりかごパええー、と石川選手はこう あれは現地に来てなかったんですけれども「ゆりかごパフォーマンスを」をゴールラの方々とかもこう皆さんやられていたあのこう復活をこう印象付けるような「いやポンピ元気です」ってちょっとコメントをかいやふざけてるんですか元気ですか,ですかっていう声が来てはいてたんで差し込みつあるんですねここは。いやいやいや,いやそうですはい。 えとということは、ね、石川選手のあのゴールというところも、まあ、非常に印象に残っています。であとはアテネオリンピックですね。でもあの、まあ、FC 時有は前田選手とかあれ前田選手もアテネスライドよね。おいの何を笑ってるんですかそれは。おいいや,話してっていやだからそのおかしいことになってるでしょそれはコメント欄も。 <laughs> おいおいポンピー今日夜飯何って全然路線おかしくなってる、ね、<laughs> 石川選手の話ですよこれ話してくださいおいだからコメントでやってますこちらはなんでだよでこっちはじゃあ誰と話してるんですか <laughs> <や>そしたら<や>なんでこちらは石川選手の話でみんなポンピーになるんですかこれはだお願いしますはい,いやでもそれで石川選手の方がですね まあ、怪我続き2015年のフランクフルトとの試合でまた怪我をしてしまってその後 J3 でこう1回復活されるんですけれどもまたこう怪我をしてしまったりといや非常にやっぱり味の素スタジアムのピッチで見たいですねあの石川選手の,この右サイドの突破を。 みたいです。もう一度味の素スタジアムのピッチでみたいです。でまあ、でもですね。石川選手も、話していました。まあ、やっぱり、このあえて、このシーズン途中に。おい、何、おすすめの食べ物、生姜ですって、おかしいと思わないのか。何話しててください。いや、なんで神社の話してるんですか、そちらは。 大丈夫です、邪魔してない,ですいや全然その石川選手に関するコメントが一切流れてこないんで <laughs> い<や>おいどういう状況ですかこれは <laughs> だから需要がないのかもしれないです、ね、あじゃあもうちょっとやめさせていただきます <laughs> あおいおいおい <laughs> しょうがないどういうコメントなんですかおいおい <laughs> おい <laughs> あの今日の夕飯はそれは関係ないんで全然 <laughs> いや、まあ、それで、えー、このシーズン途中に石川選手がこの引退発表したというところはこれ絶対意味があることだと思うので、まあ、これツイッターにもあの書かれてる方あの何もいらっしゃいましたけれどもやはりもう石川選手 FC 東京でこれだけ長く在籍されてもう FC 東京の本当に 顔とも言うべき存在、その選手が引退するということでみなあの選手もふん改めて奮起してですねもちろんチームのためそして自分のためというところは,これはもちろんなんですけれども石川瀬、おい、何、明日ドラクエやりますわマジで関係ねえだろ。何やってんだよ、そちらは。 だこっちにもチームもまとめに入ってんのおかしいでしょ。<laughs> こっちもまとまってない,い。こっちでまとまってない。全然まとまってないでしょこれは。いや本当に,まとめにつつ。どういう状況なんですこれは。コメント欄に崩れになってます。はいやいやいや。ということで奮起してもちろん自分のためにそしてチームのためにそして石川選手今年引退する石川選手のためにも戦って。 シーズンをぜひ笑顔で置いてほしいと思います。絶対に、まあ、特にやっぱり一番今近いタイトルはルヴァンカップだと思うので勝ちに行ってほしいと思います、まあ、石川選手、印象的だったらもこう一番嫌な選手でニワ選手を挙げられてましたね。やっぱりまあオリンピックの世代も一緒ですし、えー、ま一緒に2004 0 0 0、えー、あれ2年かナビスコ 2004年,年から間違えたすみません2004年の浦和、えー、FC 東京初のタイトル、えー、ナビスコカップ優勝と「おい明日は晴れ多分晴れます」って何ですかその要望んでインフラ化してるんですか明日の予報天気教えてってコメントが来てたんでだそういうサービスじゃないんでこちらはじゃそれを拾ってくれないかこちらで返してるだけですいやおかしいでしょ <laughs> 石川選手話してるときに明日の天気の答えっていうのがいいそういうじゃそういう質問も来てるんで いや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 この後失業とあるんでいやないです全然もうこちらの関し心全く来てないんで<笑><笑>い,やんいやいや明日晴れるかなですそれははい茂庭あれ茂庭さんと石川さん年齢は一緒かな確か一緒のはずです年齢もでアテネオリンピックで世代で FC 東京を初のタイトルですねラビソカップと決勝も一緒に取り 本当モニア選手も長く FC 東京で活躍された選手なので、やっぱりモニア賀選手のこうクレバーさが、もう一回やってみてて、本当に嫌だったと、コアロンはロン,コアロンドン世代です。というところは、非常に印象的でした、まあ僕あのもしこれは、もちろんシーズン終わってからになるんですけどぜひ石川選手のこう引退試合なんかも見たいなと、でモニア選手、ぜひそこで対戦してほしいなというところはあります。 まただ、おい、何菅野美穂さんと話広げすぎだろ。うなんで天気の話で終わりにしたかと思ったら、好きな芸能人話はしてるんですかいや、石川選手と同じ,ようじ全体違えだろ。おい、いやいや、絶対嘘だろ、それは。はちょっといやい、おいこれ全然関係ないんで、これは。あと話し続けるかしだから、その、爬虫れ側が好きとか、そういう話はいらぎりませんんで、ほんとに。 けちゃいえいやでしだからその話は全然石川選手と関係ないんで <laughs> 石川選手はサーファーいやちょっとすみませんちょっとあの思い入れがある選手なのでちょっと話の,の長くなってしまってすみませんなのでえっ、ー、とまあ石川選手も会見でえっ、ー、とこれはあの三田涼子さんですね習得ホットラインでえー リポーターされていたあの三田良子さんからのご質問からで返されたんですけれどもやっぱりその選手に今の FC 東京逆に足りないと感じるものだとやっぱいや素晴らしいやっぱり質問ですねえっ、ー、とことに対してやっぱこの引退することのまあ意味とか、うん、やっぱそのコミュニケーションしっかりとるとか思ったことをしっかりとこう伝え合える集団になることがやっぱ必要というところ、まあ、具体的な内容までは言っておい 具体的な内容までは話してなかったんですけれどもそういう集団になってほしいということですだ今はもう引退っていう話されたんですけれどもこれはサポもちろん選手そしてチームそしてサポーターの方々もそうだと思うんですけれどもまだ終わってませんだ石川選手の元気生活は全終わってないんでまだ半年ありますんでだそこを ある意味、石川選手このチームをよりこう奮起させるために今のために発表されたと思うので石川選手のためにも本当にチーム一丸となって改めて戦っていきましょうそして、あさっては玉川倉敷子ですこういったタイミングで迎えるえ玉川倉敷子です中村健吾選手もツイッターでえーまた中村健吾選手も同世代になるんですね、これはそれなるんですか いやいだいおい、中村健吾選手も、えー、非常に寂しいとでも玉川倉敷コ前半戦負けているので同じ相手に負けられないというコメントをしていました改めてこの玉川倉敷コももちろん全力で応援していきたいと思います西川選手のもうこの気持ちも汲み取って全力で戦って絶対に勝ち点3取りたいと思います。すまませんちょっと長くなりましたが、えー 記者会見の方改めて、一緒に安全にしてくですね優勝おめでとうございます。頑張りましょう。優勝記者会見のじゃあ最後に。なな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 な なおごルさよならいや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 質問はい2つ3つぐらい、はい、じゃあちょっと最後にちょっと質疑応答なんで皆さんちょっと社名と質問の方をお願いします <laughs> 2, 2, 2 3二三個答えさせていただきますので社名社名と質問の方をお願いしますあいやコロコロコミックさんから コロコ,コミキさん質問の方お願いします歯歯磨きが歯磨きき粉何に使ってますいや全然関係ないんでそれは <laughs> いや今来てます、ね、クリニカです <laughs> 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 うんい,やい,やいや社名誰も必要ないということですね小上がり提供株式会社の方お願いします <laughs> 松岡修造さんが好きなシャンプーはっていう質問を持ってますんで <laughs> それはメリットですはい DMM ロングフェイス、ね、DMM ロングフェイスさんはいお願いします今朝,の今朝何食べました、ね、いやいやいやそれは、えー、目玉焼きとブロッコリーとキャベツです本当にそんなの食べてんのいや俺は毎朝必ずそれ食べてます何、うん、ですよディスって言うんですかいやディスりとかじゃなくてその3つなのでで、まあ、あとトマトも食べてました目玉焼きトマト ブロッコリー、キャベツ、そしてパイナップルです。と牛乳です。ああ、なんかご飯とか食べないんだ。ライスは食べないです。あんまり朝食べすぎると、えー。いや、別にそんな変わんないでしょ。だなんでじゃたそれでああんまりご飯食べすぎると午前中仕事集中できなくなりますん。本当にできてるんですか、集中。本当にってなん<当>だ。できてもあるよ。はい。はい なんでそれを疑ってくるんですかそれいやそれいでそうだとは思えない。だだできてますかなり。はい。はい。で週刊文春さんからも来ますどうどうぞ。はい。週刊いやはい有限会社松尾光太郎さんの方から質問来てますんでお願いします。どうですかいや社名しか来てないです。いやで質問の方もお願いします。<laughs> メメロロンンン嫌いって言ってて言たけどメロンパンは食べなぜか,ンンかというとメロンパンって特にメロンの味はしないんで俺持ってるの何ですかいやなんかずっと昔メロン入ってると思ってたメロン入ってるのもあるやん入ってるのもあるけど別に一般的に食べてそんなメロンの味はそんなしないでしょ、うん、だから入ってるやつは好きじゃないの入ってるやつは好きじゃないですでしかもあの,渋谷の,あのメロン パンアイスあれマジでうまかったんでぜひ食べてください。あれほんとうまいです。はい。いいですか小 <laughs> けで介けど好きなドリアンはおかしいです。<laughs> いや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 。あいやだ、ないですそれは。ないよージョーリアンおめでとうチャンロねいやいやだ、それは全然ぐんと下げないんで、補助金は。<laughs> 伊豆重工ですね。コアロン監督いつ解任されるのいやいやい。いやいやだな伊豆いやスポンサーおかしいでしょって。<laughs> スポンサーから会員要求はまずいんで。もうあと二分で九時なんで。はい。でそれぐらいまでで。はい。であと二分で終了しますよ。いや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 。いやいやいや ネイマール決まっていやでもなんかまだ揉めてるっていう意見も上がってましたけど、うん、月間も何か表紙に変わるの使って大丈夫です今回は予想試合は動画ということですね、はいはい、今回予想試合は動画であげる予定ですまあでもね今あるの代わりにデイロフェが出るのかな 主長主ちょっと内閣改造はちょっと新しいメンバーちょっとまだ見てないと分からないお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 いほか、うん、には質問来てますか川崎ルマンさん誕生日おめでとうございますあと1分ですよ 猫児お世えになってます。異常行為にできたらかなり嬉しいです。スキャブ。玉川倉久予想スカはまあでも結構手動きそうな気がすんなこの感じだと。三人までいかないかな。二一二一二一。まあいつも二一じゃん。いやいやいやに三人か二一です。二一しか聞いた。いや違う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 。二一です。 まあ割とまあフロンターレもフロンターレさんも前回あれだけ出店してるのでちょっと固めな入り方になると思うんでちょっと三人とかあんまなさそうな気がします二一です。誰が決めると思いますか。いや決めるのはうん二一しか知らないと思う。いや違う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 やっぱり決めてほしいという期待も込めてまず中島翔也選手に決めてほしいです。 前回ちょっと非常に惜しいシュートをってしまったのであとはでも決めてほしいで中島翔哉選手まあ先ほどのですねルヴァンカップのあごめんなさいナビスコカップの時代ですね優勝じゃないですけれども米本選手、決めてください米本選手、中島翔哉選手期待ですじゃあ以上ですね、はい じゃあ最後にコアロンじゃんけんで締めたいと思います。コアロンじゃんけんじゃんけんロン。パーの人は明日いいことがあるかも。なな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 ,な。石川奈おバイローン。さよなら。ならバイローン。